ズンの飯尾さんが住み続けたい街一位に輝いた街との意外な関係性を明かしました首都圏を対象にした住み続けたい街ランキングが今日発表街と同じように長く愛され味があるタレント代表としてズンの飯尾さんが登場しました嬉しいです俺本当パセリみたいな芸人になりたいと思ってたんです何ですかパセリあのメインにはならないけど絶対どっかに入ってるでしょパセリ 住み続けたい街一位に輝いたのは港未来。飯尾さんは港未来のシンボルとの意外な関係性を明かしました。港未来にいたってあのランドマーク。はいはいランドマークタワー。あの建築で入りましたからねバイトで。二十代二十一年の頃 <laughs> 思い出があるんですよ自分が作ったと思ってますから。いやいやいや。<laughs>